日は取材の日。学校の校庭にある樹齢およそ120年のクスノキについて話を聞くため、伐採手入れをした当時の校長で現在野津春中学校の小野校長に小学校まで来てもらいました。校長先生が事務所に来た時のクスノキはどんな調子でしたか？事務所に来たのが平成22年度です。今から6年前、皆さんは、幼稚園生かな、入学する前ですね。だからクスノキのことはあまり覚えてないかもしれませんが、昔の写真見ましたか？クスノキあるんだ。すごく生い茂っていました。すごいクスノキだな、さすが高架にあるクスノキだなというふうに思っていました。先生がここに事務所に来て1ヶ月も経たないうちに、葉っぱがねどん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 こう落ちてきたんです。粉吹雪のように落ちてきたんです。であっという間にもう葉っぱがもうなくなってしまいました。クスノキの樹木医さんにここに来てもらって、でこれ何年ぐらいかなということで、クスノキの周りの長さを測ったりして約120年ぐらい経ってるな、樹齢120年立ってるなということが分かりましたが、なぜ枯れ始めたかというのははっきり分からなかったんですけど、だいぶ木がもう120年も経っているので木が弱ってるなということが一つ、それから蘇らせるためには少し枯れ始めた枝を伐採することがまず大事だなということ、それから二つ目はこの辺の土とですね、それからネットの向こう側の土、多分枝がこう根っこが張ってるので、両方の土に関係あるんだなということが分かったんですけど、こちら側ネットよりこちら側はだいぶ栄養がある土だな、でもネットの向こう側の土が、もうだいぶ栄養がないなということが分かりました。両方2つの治療をする必要があるなということを教えてもらったので、その2つをすることにしました。土の改良がですね、当時のクスノキ会、父親部、お父さん方ですね、お父さん方で、全部掘り起こして、そして新たな土を入れて、でそこを、花壇にして、クスノキの根っこにも栄養がいくようにしました。当時の小学生はみんな、事務所のお友達はみんな心配してました。だから、楠木さん元気になってねというようなお願いを書いて、短冊みたいにしてですね、ここに潰した跡が ありますね、ロープがあるな、まあ、短冊自体はもうなくなっていますね、はい、ある、まだ向こう残ってる、木の真下まで行ってじっくり見てみます。その当時の6年生だったと思うんだけど、ロープでつないで全校児童で書いた短冊を潰してくれました。楠木さん早く元気になってくださいとか、今は枝がなくなって、痛いでしょうけどちょっと我慢してくださいとか、そういう願い事をですね書いてみんなで見守りました。楠木が昔までは丸坊主で、僕が3年の時に来たんだけど、それよりも丸坊主だったのがびっくりしました。クスノキのことで校長先生が心配していたことや、クスノキのことを思って、クスノキに短冊や願い事を書いていたことがよくわかりました。校長先生の、思いや、その感想などを書いて、クスノキがすごかったことや、枯れたことなどを詳しく書きたいです。みんなを見守ってきたクスノキのことをいろいろ教わったね。次回、子どもたちは新聞のレイアウトについて勉強します。